2年ですかね、出場できてなくて、怪我と、あとは、去年は、自分でそのチャンスをつかみ取ることができず、出れなかったということで、今年かなり気合い入っています。やっぱりその時に、まあ、レベルの高さっていうのを痛感して、でその後、他団体のリーグとか出させていただいて、まあ、そこでも優勝という結果は出せなかったんですけど、まあ、勝ち星重ねて、そうですね、まあ、N1 出れなかった分というか、他で経験を積めたっていうのもありますし、ただその2020年の悔しさ、それをしっかり晴らしたいと思います。まあ、もちろん今回勢ぞろいで強い人ばっかりなんですけど、まあ、初登場でシングルで負けた現チャンピオンのジェイク・リー選手とか、まあ、あとはずっと一緒に戦っている北宮選手とか、一緒に組んで戦っていても試合をしてもいろいろ思い入れのある選手ばかりなので、誰とぶつかってもどんな気持ちでも必ず勝ちに、そんな気持ちでやっていきたいと思います。はい、まあ、このリーグ戦ですし、上がってきた人が強いってわけですから、まあ、しっかり僕が上がって向こうから上がってくる人、本当にこれはもう贅沢言うとかじゃなくて、本当に誰でも戦いたいです。まあ、この戦い、この N1 っていう戦いが一番熱いんだ、一番強いリーグ戦なんだっていうのを見せたいので、まあ、その中で、まあ、若手である僕が、まあ、生え抜きの若手である僕が一番熱く強く戦って、そういう強く熱いリーグなんだっていうのを世間に見せたいと思います。N1 ビクトリー、稲村良樹、この夏一番熱く強く戦います。よろしくお願いします。ノアがお届けする灼熱の夏休み、アベマプレゼンツ N1 ビクトリー2023、 A ブロック8人、 B ブロック8人、それぞれがシングルマッチの総当たり戦を行う。そしてトップの両者が9月3日エディオンアリーナ大阪第一競技場で激突、最強を決める全対戦カード。開幕戦8月6日横浜武道館、注目カードは A ブロックジェイク・リー VS ティモシー・サッチャー、 B ブロック中島克彦 VS 曽谷学ぶ。これらを含む公式戦は A ブロック4試合、B ブロック4試合。8月9日、10日、11日は東京後楽園ホール、怒涛の3連戦。まずは8月9日、注目カードは A ブロック、ジェイク・リー VS 吉岡優輝、B ブロック塩崎豪 VS 安西雄馬。公式戦は A ブロック3試合、 B ブロック4試合。8月10日 A ブロック剣王 VS 稲村良樹、 B ブロックサクソン・ハックスリー VS ランス・アノアイ。A ブロック4試合、 B ブロック3試合。8月11日 A ブロックマサ・キタミヤ VS 稲村ヨシキ、 B ブロック塩崎ゴー VS リホデ・ドクトル・ワグナー・ジュニア。 A ブロック3試合、 B ブロック3試合。N1 が北の大地に初上陸。8月19日20日の2連戦、シャトレーゼガトーキングダム札幌。まずは8月19日 A ブロックアダム・ブルックス VS 吉岡優輝、 B ブロック中島克彦 VS 安西雄馬。 A ブロック3試合、 B ブロック3試合。8月20日
A ブロック、ジャイク・リー VS ジャック・モリス。 B ブロック、サヤ・マラブ VS ランス・アノアイ。 A ブロック3試合、 B ブロック3試合。8月26日は仙台ピット。 A ブロック、クーオー VS マサ・キタミヤ。 B ブロック、塩崎ゴー VS サヤ・マラブ。 A ブロック4試合、 B ブロック4試合。8月27日はいよいよブロック最終戦、カルッツ川崎。 A ブロック、ジェイク・リー VS ケンオー。 B ブロック、塩崎ゴー VS中島勝彦。 A ブロック4試合、 B ブロック4試合。そして9月3日は優勝決定戦、エディオンアリーナ大阪第一競技場。 A ブロック1位と B ブロック1位が激突、ノアの頂点が決まる。灼熱の夏を制するのは果たして誰だ。